こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。ストレスマネジメントの話です。福岡教育大附属小倉小学校でストレスの原因を子ども自身が探りながら対応策も身につけていくというアメリカのストレスマネジメント教育を授業に取り入れて成果を上げました。自分の心の傾向を知ることがストレスを受けたときに自分をコントロールするきっかけになるという考え方で、高学年を対象に心の傾向を調べる心理テストを実施、その答えをもとに自分でグラフを作り、心のバランスの偏りをチェックします。例えば協調性に欠けると気づいた児童には、すみませんという言葉を意識的に使ってみて、などのヒントを示します。2年生以上には毎学年簡単な質問の抑うつスクリーニングテストを実施して、ストレス傾向の強弱を調べました。ストレス傾向が強いと出たら、担任教諭は養護教諭とも連携し、その子の視線、声、身体状況など8つのポイントを決めて、客観的な様子を観察し、一緒に遊んだり会話を交わすように心がけるなど、自然な関係を大切にするようにします。最初のテストで400人中約30人にストレス傾向が見られたのですが、2回目では6人に減り、3回目はさらに減少しました。このことは子ども自身が適切なアドバイスによってストレスに対処していく能力があることを示しています。今まで日本の教育ではストレスの原因を取り除くことと、ストレスの結果起こった出来事の事後処理しか対策がありませんでした。